Daddy! 別れを言いに来た。国へ帰る。いつ？今日の夕方。そんな急に？兄上にお会いせねば。今度は誰が邪魔をしても。お兄さんには自由に会えないのか？兄上とは住んでいる宮殿が違うのだ。皇后と皇太子の宮へは皇太子の侍従長の許可がなければ渡れない。そうか。じゃあお母さんにも自由に会えないの？母は俺を産んですぐ亡くなった。私も母を覚えていない。2歳の時に死んじゃったから。ルマティ、目が赤い。この2日、よく寝てないからだ。ルマティ、私たちは友達じゃないのか？どうして少しくらいの弱音も入ってくれないんだ？私はそんなに信用できないのか？何でもいい、お前の力になりたい。なりたいけど何もできないのが悔しい。私は寂しい。柔らかい。どうしてこんなに柔らかいんだ？こんなもの触ったことがない。すまない。よかった、お前が元気になって。私の手が役に立って嬉しい。こんなのでよけりゃいつでも触っていいぞ。ところで、ん？お兄さんのことだけど早まらない方がいい。詳しい事情はわからないけど、お前たち兄弟の間には人が入りすぎている。うん。間に人の口が挟まれば必ず事実は歪むものだってダッドが言ってた。こうなったらお互い腹を割って話し合う以外ないよ。俺もそう思う。旅行前に兄上にお会いできた時は優しかった。うん、きっと何かの間違いだ。そうだよ、兄が実の弟を殺そうとするわけない。夕方か。ルマティ！カジか！お前の命を狙ったやつは分かったか？大丈夫、私にはリーレンがついてる。あいつか。どうもいけすかないが頼りにはなりそうだ。ルマティ、3階の2つ目の窓を見て。なんだ、人影が見える。イザックだよ。そっと見送ってるんだ。イザックは私のアメリカの家で預かる。許す気になったら言ってね。ふっ、余計なことせず。あ、はい。気の弱いお前が幼年学校時代奴に世話になったのは知っている。未だに彼を兄同然と慕っているのもわかる。に、兄さん。だが忘れるな、お前の実の兄はこの私だ。ノエイは利用価値のある捨て石。殿下のためにいずれ役に立ってもらう。お前も私の弟なら妙な情けは捨てておけ。これ私の育った島のお守りだ。ウミガメの甲羅で作ってある。きっとお前を守ってくれる。ふん、こんなものを王子がつけるのか。やっとお前らしくなったな。嫌ならいいぞ。服の下につける。ルマティ、友達の約束だ。お前も私に返してくれ。どんなことがあろうと私たちは友達だ。世界中がお前の敵に回っても私はお前の味方をする。約束。ああ、約束だ。
リーレン様、ブリジット様が出て行かれました。行き先を確認しますか。構わん、放っておけ。あのバカ者。おじさん、元気出してください。ブリジットによく似た女性を知っています。いずれご紹介を。お前は時々残酷なことを言う。殿下、お茶をお持ちしました。それは？友達からのプレゼントだ。くだらぬものだが、つけてやっている。それは大胆な語学遊ですな。一体どこのご子息ですか？何を聞いている。学遊は友達とは呼ばないんだ。殿下、これは友達からもらったのだ。